ということで、こんにちは、勝俣博物館です。最高だね。まさかアップルミュージックにウルトラマンルーブの主題歌テレビサイズバージョンだけど落ちてるっていうか、ちゃんとあると思わなかった。アップルミュージックとは月額980円だったかな、払っていろんな曲聴き放題っていう。まあでもね、国内のね、邦楽に関しては結構アーティストのね、多分著作権の関連があって、上げてるアーティストすごい少ないんですけど、その中でもやっぱ上げてるアーティストっていうのはこう好印象ですよね。だからバンプとかも早く上げてほしいんだよな。はい、ということで今日ご紹介するのはこちら、ルーブクリスタルセット04、はい、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンエース、コスモス、ルナモードですね、とメビウス、はい、こちらを変身音を聞いていきたいと思います。まあもう変身音って書いてあるので、ホームチェンジとかではなく普通に変身音ですね。で、エースクリスタルに関しては、ルーブスラッカーの方で個別の音声が鳴るみたいです。さあ、それでは見ていきましょう。じゃあ、まずダイナからいきますか。ウォンウォンダイナバック。角一本からいきましょう。電源オン。おー、なんかちょっと綺麗な音になってますね。では次、2本。ウルトラレプリカを思い出しますね。おー。では続きまして、コスモス。コスモス強くなれる It's alright リリ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 。いいね、全部青。あ、でもどうだろう。青と水色っぽく見えるかな、ちょっと。いいね、マジコスモプラック早く出てほしいわ。デラックス版持ってないんで欲しいんですよね。はい、メビウス炎。あれ、あ、タロは火か。はい、あっさりしてていいですね。お、おー、いい発光しか発光の仕方しますね。最後エース、ザン、キル。ウルトラマンといえばもうこういう音ですよね、本当に。めっちゃいいよ。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ウルトラマンルーブクリスタルセット4でした。それではまた明日。